ではまずビフォーの状態、どんなスタイルだったか教えてください、セミディのウルフカットですね。ウルフです。で、前髪は目ぐらいの高さで切ってあります。はい、色は結構抜けて10トーンぐらいのオレンジベージュっぽい感じになっていました。はい、はい、じゃあそこからまずはカラーについて、どんな色、はい、明るさ、塗り方だったか教えてください。もともとトーンが明るかった部分で、その透明感のあるパールブラックっぽい感じにしたくて、7レベルのブルーブラックですねにパール系の色味を少し、6レベルのものを入れて、少しこう透明感のあるブラック、まあ、そういった感じに仕上げてあります。ただ逆にそのあんま透けすぎてるとなんか僕的にはちょっと違ったので、しっかりこう入ってる中で、色味が入ってる中でちょっと透明感があるぐらいの設定にしてあります。はい、これからダークの方に注目されてる、うん、いや多分引き続きハイトーンは続くと思うんですが、やっぱりみんな飽きるんで、まあ、そういった方にまあ秋冬限定でブラック塗ってあげるとか、少しチェンジしてあげると可愛いんじゃないかなと思います。では、スタイリングについて。はい、スタイリングは、まあ、今回はコテで巻いたんですけども、最近だと、まあ、デジタルパーマではなくクリップパーマ、普通のパーマで結構しっかりめにリッチをつけてあげる感じでもいいですし、まあ、巻いてあげても可愛いんじゃないかなと思います。巻き方としては、まあ、毛先巻きと中間巻きをミックスを、15ミリ、12ミリのアイロンで、かなり細い、そうですね、細めでやってます。そこで最後はちょっとこうしっとりめのチアバターをチョイスして、あんまり乾燥しすぎても嫌ですし、なんかちょっとウェットすぎても、まあ、ちょっと違うかなと思うので、まあ、セミウェットみたいなぐらいの感じで設定してあります。はい、先ほど撮影しながらちょっとこだわったポイントをお聞きしたんですけれども、はい、どうしてもブラック系の色味だと、まあ、ストレートタッチだったら全然問題ないんですが、ポイントで少し浮遊するような毛を作ってあげることで、まあ、より撮影の時にでも柔らかく見えるというか、少ししっかり空気を入れてあげながら浮遊感を軽く出してあげるっていうのが撮影のポイントでもありますし、まあ、あと衣装選びもなんですけども、やっぱり逆にタートルネックだったりとか、逆にここだけ空いてるとか、なんかそういった感じの方がああいうちょっとウルフ系のスタイルには合ってるんじゃないかなと思います。そういったスタイルを、はい、どんな方にお勧めしていきたいですか。やっぱ本当に表参道とかで歩いてる人に、うんうん、おしゃれな人に楽しんでもらいたいし、多分チャレンジしたいと思ってる方が結構いるんじゃないかなって思うので、うんうん、まあ、そういった方に、流行りに敏感な方とかはすごくおすすめしたいですね。ベースのウルフのスタイルの良さってどんなところがあるんですか。やっぱり何もしなくてももう切れてるんで意外とバーッとやっただけでこう形になるっていうのもあるし、まあ、あとはおしゃれに見えますよねなんか今あの時代なんですけど、逆にウルフがダサっていう時代もありますけど、また一周回ってきたんで、今また一周回ってきて戻ってきたウルフっていうのは何か違いってありますか。そうですね、昔のウルフはなんか全部が薄々の感じで、結構しっかりめに量感を取ってる感じに、まあ、あと色味とかもちょっと茶色みたいな感じだったんですけど、今年というか今流行ってるのはもっとナチュラルにダークなブラックだったりとか、あと重めですよね、はい、重さが今回はありますね。重さのあるウルフっていうのが今っぽい、ね、そうですね、だと思います。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。